気になるな。なんか見てみる。開けたら開けたる。開けたら開けたる。はい。ということで、こちらですね。このロゴ、皆さん、見覚えないでしょうか、これ。前紹介したね、このダウン。これ買ったとことね、同じなんですよね。ほら。テールトーク。あ、乗っちゃった、乗っちゃった、乗っちゃった。今回ね、テールトークさんで2つね、商品を買ったんですけども、まずこちら、はい、こちらね、キャリーバッグですね。ワンちゃんを運ぶときに使うキャリーバッグ、 L サイズのネイビーですね。はい、これと、はい、これですね、携帯ペットマットっていうね、商品なんですけど、デニムカラーのね、マットなんですけど、まあ、これはグレン君とカフェ行くときに、まあ、カフェマットとしてね、うちは使おうと思っております。でもちろんね、カフェマット今までなかったし、トレーニングもしてないんでね、グレン君まだできないんですけどね、今から練習していくんですけど、まあ、今回はキャリーバッグの方のご紹介をしたいと思います。はい、開けました。この入り口がすごくね、広いですね。ほら、こんだけ広がります。ほんで、こちらですね、なんで今回これを買ったかと言いますと、まあ、今度ね、旅行に行こうと思ってるんですよね。旅行先で、まあ、このグレン君とどっか行くときにね、あったらね、便利かなと思いまして、今回買いました。これがあれば、バスや電車、地下鉄、ロープウェイなんかにも乗れますんでね、非常に便利ですね。まあ、ちっちゃくもなるんで、非常に便利です。ほんで、こちらですね、リッチルのキャリーケースもあるんですけど、まあ、こちらでももちろん、バスや電車、地下鉄ロープウェイなんかにも乗れるんですけど、どっか出かけるとなったらね、こっちの折りたたみができる方がね、便利かなと思います。で、今までね、板グレのグレン君が入るカバンをね、いろいろ探してたんですよね。まあ、リュックサックのタイプとかね、いろいろ探してたんですけど、まあなかなか足が長いからね、ちょうどいいサイズがね、見つからなかったんですけど、こちらのカバンはね、このリッチェルの、キャリーケースとね、横幅は若干狭いんだけど、高さと長さは、まあ、大体ね、一緒なので、まあ、グレン君入ると思いますんでね、こちら購入しました。じゃあちょっとね、中も見てみましょうか。まず中がですね、こちら底板が取れるんですけど、これがね、プラスチックの板なんですよね。これはちょっとなんか滑りそうですね。これはちょっとどうかな、これちょっとわかんないですね。別売りでここになんか自立できるなんかこうオプションみたいなのも売ってたんですけど、まあ、今回それは買ってないんですけどね、ありました。で、あとはこれですね、こちらリードフックが2つ付いてますね。ちっちゃいワンちゃんなんかはね、2匹入れますよみたいな商品なので、お、グレン君入る？いいと思います。グレン君はね、1個でいいですね。横側にはですね、ポケットがついてますね。反対側にも同じようについてます。で、あとここですね、なんかこういう紐みたいのがついてまして、キーホルダーとかカラビナがね、つけれるようになってますね。あとはここにこの蓋の部分なんですけど、ネットがここに収納できるようになってるんですけど、これをこう締めて中にグレン君を入れる感じですね。じゃあね、ちょっと入れてみようかね。クレイ君入ってみる？あ、リコちゃん、クレイ君、リコちゃん入れる？あ、リコちゃん、よいしょ。お、自ら入りましたね。リードフックをね、締めましょう。よし、ちょっとこっち変えよう。お、入った。よし、お、入りましたね。隣にリッチェルのね、キャリーバッグがあるんで、ちょっと大きさ比べてみますと、高さはね、大体一緒ぐらいですかね。むしろリッチェルよりこっちの方が高いかもしれないですね。もっこりする分、ちょっとだけ高くなりますね。で、上から見ますと、まあ、やっぱりここが膨らむ分ですね、リッチェルよりちょっとだけ長くなりますよね。今んとこグレン君、嫌そうじゃないですね。あ、首してる。
まあ、結局はねキャリーバッグなので、まあ、持ち運びが便利じゃないと意味がないんですよね。はい、じゃあねちょっと持ってみましょうか。こういう感じですね。どうでしょうか。とにかくちょっとねやっぱりねおしゃれですよねこれね、まあ、犬が入ってるとは思えないほどおしゃれだと思います。まあこれだったらねひょっとしたら電車の中乗ってても犬が乗ってるってね気づかない人もいるかもしれませんね。はい、そういう意味ではねすごくいいと思います。で今のところ大きさもねなんか申し分なさそうですね。こうやって顔も出せるんでね、まあ、街中とかはねこうやって顔出してね散歩してもいいかもしれませんね、まあ、ただねちょっとね持ってみたらねこの肩の部分がちょっと痛いですね。ここもうちょっとなんか柔らかかったらねここ痛くないんでしょうけどねなんかちょっと痛いです。まあ、とはいえこちらのキャリーバッグで前回ねロープウェイ登ったんですよ。これってねもうずっとこうやって持つしかないじゃないですか。紐も多分つけれると思うんですけど結構不安定でこう、まあ、バランスも悪そうですし、まあ、長時間これで持ち運びするとグレン君もねちょっと大変そうだったんでねこれはちょっとなんかそういう意味ではねなんか安定感あっていいですね。こうちょっと動いてもなんかドタバタしないっていうかね居心地も悪くなさそうですね。上から見るとこういう感じですね。グレン、グレン、どう、グレン君どうですか、どうですかグレン君、こうやって触りながらねお出かけできるね。今度これで旅行行くからねグレン君。眠いの？ちょっと。ということでねテールトークさんの、キャリーバッグのねレビューでした。はい。ということでね今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。エスパー伊藤みたいだねこれね。なんかエスパー伊藤なの。